ストライクドッキング、こんにちは、今村です。唐沢です。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで今回はホップステップ限定ガチャやっていきたいと思います。ちょっとずれちゃったけどね。そう、ずれちゃった。ちょっといろいろ仕事で忙しくて。はい、まあてなわけで引いていくわけなんですけど、いやでも僕は引かない方がいいと思うんですよね、これ。罠罠、さすがに。だけど中身開けてみるとちょっとわかんないね。もちろんね、上振れすれば上振れもあるからね。いやでも今この段階ではもう行かない方がいいんじゃない、と思ってますよ。でもちょっと中身開けてちょっと確かめてみるわ、実際どうなんと。そうそう、まあ最初10連とかね、10個で弾けるわけですし、まあこれでまずちょっと確かめてみる。それでなんか調子良さそうだったら次行くみたいな。まあさすがにね、これやっぱりあんま良くないとは思ってるんですけど。まあ分かんないからね。そうね。とりあえず行くわ。じゃあ、行きます。最初ね、10個でね、いけ、いけるからね。で、まあこれ、星玉も溜まると、オーベ、引いてるんで。はい。お得だよね、これ。星玉調整するには、10個で若干調整できるっていう。まあそうだね。まあちょっとね、ポジティブすぎるかもしれないけど。これに関してはね、まあちょっとね、ちょっとポジティブすぎる気もするけど、ね、まあね、わざわざね、オーブ使って調整する必要あるのかそれっていう話だからさ。まあその通りです、まあじゃあでもやっていきます。これ確認なんでね、はい。まあどんなもんかと、まあ、今年は違うのかと。俺前回はだからそんなうんって感じだったと思うから、はい、じゃあいきます。でも最初からね、限定出るから。で、狙いは悟り2体目とかキリンジ2体目。キリンジ1体しかいないんだ。キリンジ1体しかない。あとはキルユアとかそこら辺引けたら熱い。あとアムリタ持ってないんで、アムリタ、埋めたいね。埋めたいっす。いきます。10個、お前10個で引けるのはマジでいいな、これ。じゃあいきますよ。ここはお得よ、言うて。まあ、ここはもう得、得。でも何も生み出さなかったらダメですね。こしたまたまぐらいだろ。はい、まあ、確認するわ。暴くわ。演出はまあないか、今のところ。はい、頼むよ。これ止まったらもう、いや止まったらもうなんですけどね。お得ですかね。なんすかね、これ。まあ星玉をね、オーブ10個で 10個分食べた。まだお得じゃない。まあ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 、まだお得か。オーブ1個で星山1個ずつ。まあそうだよね、はいはいはい。まだギリギリお得じゃない。まあまあまあお得か、うん。まあちょっとそうだね、ここでやめとくのも結構ありだと思うよ、ぶっちゃけ。10個だからさ、あり、じゃん。はい、星山貯めれました。今何も出なかったけどね、得られるものは何もなかったけど、将来何か得られる可能性が出る、ね、将来そう、何投資みたいな、感じになっちゃってるけどね。はい、じゃあまあでもまあ2回目に潜伏してる可能性、はい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 、潜伏の可能性あるんで、ちょっと2回目ももったいないもんね、潜伏してたら。まあ、潜伏したらさすがに取り切らないともったいないんで、もしかしたらこれ知ってる人だったらね、そのハイエナされる可能性あるから、危ないから、危ない危ない。今ちょっと今波こうなってる時だから、ここから上がるかもしれんから。じゃあいくよ。まあ、一応ね、チェック、チェック。まだモードね、モードね、見なきゃ。これモードわかんないですね。判別しないと。まだ天国いる可能性あるから。どこに来るかわかんない。まだ天国いる。おい。あ、これでも20個だからまだ得よ。うん、20個、20個。得かな ?20 個だから。得だからね。猿来た。猿来た。もうギリギリ得じゃないかな、もう。ギリギリ得じゃない。もうさすがに得ではないかもしれない。ギリギリ得じゃないか。小当たりあったね。小当たりはあったね。ちな、俺運極。マジでいらない。ちな、運極な。星玉は
まあ、調整できたね。調整できたね。でもさ、これここで星玉だったらこの3体ってことなのかな、おそらく選べるのが多分そういうことだと思うんだけど、ピックアップっぽいこの絵だから、キュピーンの話だよね。そう、キュピーンの話。一回さ、バナー変わるか見てみたら。ああ、そうだね。それはないとちょっとわからん。あ、変わってない。だから多分この3体からキュピーン来たら来るんよ。多分そうかもしれない。うん、うん、まあ大使かな。まあ一応まだ潜伏可能性あるからまだね、まだまだここからキュピーンできる可能性あるからね。行くってことだよね、つまり。まあ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 、でもこれだって合計言うて60個でしょ。そうね、俺引いたところで30連まあ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 みたいな、普段のあの重みに比べればね、10連しかできてないからね、60。まあまあ、まだプラスまだプラス、気持ちプラスっすね。できますよ、確かめますから僕が。はい、まあ、いつも通り。いつも通り。怪しい感じ。怪しい感じになっちゃってますけどね。うん。まあまあまあ、ここはね。おしゃま、おしゃま。そう、そうなんですよ。そういうことだよね。そういうことなんだよね。多分そういうことだよね。うん、そういうこと、そういうこと。まあ、逆に限定何でも出ます。そういうことだよね。キュピーンとか期待値損してるよね。損してる、あれは。うん、逆にあの3体から出るんだったらね。そうそうそう。なんか掴み取ってるP さんじゃないですか。 P シナさんあれ、ラインナップいいじゃん。めっちゃいいじゃん。ここに星玉調整したかったんだけど残念ながらまあそうですね、まあここで撤退っつうのはもう立たれたでこう一応限定1体確定があるんでね、最後にね、最後にここでね逃げるのはちょっとおかしい。で悟り行きますよ。悟り狙いで行きましょう。で今のところ得られたものが孫悟空とピーシナっていう、どうなんですかね、これ。オープン6条犠牲にして。これ、わかんない。俺はなんか結構下振れてるかなと思ってるけど、多分見てるみんなは、あ、こいつ上振れてるなって思ってるかもしれない、もしかしたら。まあ、あんのかないや、もしかしたら。ちょっとわかんないけど、それは。もしかしたら、そういう世界線もあるのかもしれない。うん、あ、こいつすごいいい引きしてるな、みたいな。なるほど、なるほど。うん、結構奥に潜んでるね。ねえ、出てこないね。なるか。なるほどね。だって普通に引いた場合だと孫悟空1体しか出てませんからね、あなた。それはとんでもない話。とんでもない話ですよね。うん、とんでもない話。なるほどね。うん。ではこれラスト、これ限定確定なんで。何が欲しいんだっけ、キリンジと悟り。あ、そうですね。で、ぜひそこら辺が来たらいい感じですね。欲しいですね。でも、この辺はキルイワとかね。あ、キルイワだね。キルイワとかね。はい、ほら、アムリタとかね。うん、まあ、セイシャとかね。まあ、エビテン娘とかもいいですね。まあ、結構、モテないのもいるんで、そこら辺出たら嬉しいです。じゃあ、行きます。まあ、限定額なんで、まあ、安心感持って引けますね。そりゃそうよ、そりゃそうよ。でも確定外からも出てくれたら嬉しいからね。うん、そうね。2体3体ね。3体その辺。おっ、イローラ。
オーブ返してオーブ返してオーブ返してリーバねいいけど、まあ、半分より上は取れたんじゃないかなたくさんある中からもうね知ってたもう知ってましたこれもうなんだろうほんとパチンコ打ち終わった後みたいな感じわかるわほんとパチンコ打ち終わった後分かってるんだよな分かってたんだよねこうなることそう分かってるんだよな、うん、ね土日に行くとかそう土日に行くとかね、うん、なんかねお盆休み行っちゃうそう明らかにおかしいのに1台だけ空いてるやつとか行っちゃうとねこれ回収だよな今日とか思いながらねあの座ったあの日、まあ、だけどなんかワンチャンなんか薄いところあるかなとか期待値求めてねそう期待値ないのにまあそういうことですね今年もやっぱりあの証明されてしまいましたねこれねもう去年もこんなんだったと思うんだよねまあねもちろんいい結果がある人もいるでしょうがねいやそうですね、これちょっと皆さんの結果も知りたいですね僕ちなみに孫悟空、ティーシナ、イドーラディーバこれ4体50連してねっていう感じですはい、まあでもこれはちょっとお気をつけてガチャではあるねやはりうん、やっぱりそうだった、うん、まあでもやっぱ確かめた甲斐ありましたわ、うん、みんなの教訓にはならないだろうけどもう気になっちゃってるからみんな引いちゃってるかもしれないからそうだね、この時点だろう引いてる可能性があるはい。だから宮本のおすすめとしては一応10連はありかなって感じだよねまあ10連だけもなんかそのワンチャンその、うん、薄いとこ引くかもなみたいな期待値で引く感じだったらいいと思うけどマックスベッドはやりすぎかもだって始めたての人が引いたとしてもキャッチを得られない可能性が結構高そうなイメージがうんまあそうねわかんない俺だけの結果だからね今なんとも言えないけどね、うん、まあちょっと警戒も必要かなと思ってます実はまだ悩んでますって人いたら冷静になってもいいかもしれませんはい、いい結果だった方は正解してくださいはい、って感じで今回は以上です皆さんご視聴ありがとうございましたありがとうございました